マリテ・フランソワ・ジルボーは、フランス発祥のファッションブランド。マリス・フランソワ・ジルボー百六十四年に、フランソワ・ジルボーと、マリテ・ジルボー夫妻が創業した医療品会社で、期間店は、本国・パリと、米国・ビバリ。二千十四年には、日本での販売代理店であった、高谷商事が、二国本社とのライセンス契約終了に伴う、事実上の撤退を発表し、 店舗を順次閉店、公式日本語サイトも閉鎖された。ジルボー夫妻は会社再建に取り組んでおり、2015年から新ブランドマットレーンを立ち上げ、フランスやベルギーを中心に固定店舗を持たず、招待制の販売会を開いている。マリテ、フランソワ・ジルボーは、発足当初は着心地の良い素材を使ったユニークなスタイルのジーンズなど、カジュアル医療を専門としていた。 アメリカ合衆国では、ボストン、シカゴ、ロサンゼルス、ニューオリンズ、ダラス、サンフランシスコなどといった都市の郊外や、都心の住民の間で人気を博した。同社は、世界各地で様々なスタイルのジーンズを発売しており、日本市場に特化したジーンズも生産している。これは、膝と足首のところに、長さを調整できるメンファスナーのストラップがついている、もので、 ストラップの色は服装と合わせることができるよう様々なものがある。ジルボーのブランドにはブランド X スキニーカウボーイもあり、ストーンウォッシュ加工を施したテープ付きのパラシャトルジーンズの膝の2箇所にメンファスナーが付けられている。さらに最近では膝の2箇所と足首の1箇所にメンファスナーが付けられた3ストラップパラシャトルジーンズも販売されている。 ブランド X は最も人気のあるジーンズでビーパーポケットと称される左の尻ポケットが特徴となっている。このジーンズは尻や股の部分をゆったりと取ったバギー、袋のようなな都会風の服装として一般の人々に買ってもらうことを考えてデザインされたジーンの早い時期の例であると多くの人々に考えられている。ニューオリンズなどではこうしたジーンズを俗に アフリカンカット、ジルボーと呼んでいるが、これは典型的なヨーロッパ人のモデルより、シリアまたが大きいアフリカ系アメリカ人の男性から、足や尻や股の余裕が求められることを踏まえた故障である。バギーパンツのスタイルは数々の修正が加えられ、1990年代から今世紀初めにかけて極限に達した。しかし、1980年代風の スキニーなスタイルがリバイバルしてくるとバギーは廃れるようになりこれまでジルボーに強い支持があったニューオリンズでもその人気には陰りが見えるようになっている。レオナルドの最後の晩餐2005年ジルボーはイエス・キリストの最後の晩餐を下敷きに使徒たちを女性たちに置き換えた写真を使った広告キャンペーンを展開し大いに物議を醸すことになった。フランスやイタリア その他の地域でこの広告は禁止された。イギリスの新聞ガーディアンの記者ソフィー・アリーはこの広告がまずイタリアのミラノで禁じられた際に現地から次のように報じた。この決定は先月出された市の広告監視当局からの指示を受けたものである。この最後の晩餐はキリスト教信仰の根本を想起させるものであると当局は述べこのように 神学的象徴が集中して盛り込まれているイメージを住民の少なくともその一部が持っている宗教的感受性への配慮なしに商業的な目的のために再現したりパロディ化することはあってはならないとしているアリーによれば同社はこの広告のイメージはダビンチコードにインスパイアされたもので女性の賛美であると述べたというラッパーのジュビナイルは 歌詞の中にジルボーへの言及を織り込むことがよくある。ルイジアナ州ニューオリンズ出身のジュビナイルがこのブランドに言及するのは他の都市で流行らなくなった後も当地でのジルボーのジーンズの人気が続いていたからである。ニューオリンズやミシシッピ州ジャクソン周辺の百貨店では現在でもジルボーのジーンズを入手することができる。ウィリアム・ギブスンの2007年の小説 スプークカントリーにはジルボーへの言及がある。CO、ジボー、ート当ブブレイドラナーサッカー、マムルック。ありがとうございます。